いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルアルピナ D3 リムジンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と右側に数箇所傷があり、ボンネットに飛び石とフロントガラスに同じく飛び石がございます。また左右のドアミラーにそれぞれ傷があり、右フロントのドアパネル部分に線傷と左フロントのドアパネル部分に同じく線傷があり、運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷がございます。走行距離に関しましては約2万4000キロと低走行なお車です。外装色はアルピンホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 BMW の3シリーズセダンをベースにアルピナ独自のチューニングが施された D3 リムジンでございます。専用のフロントスポイラーや19インチのアルミホイル、4本出しのマフラーなどが装備されており、スポーティなデザインに仕上がっております。また先代モデルに搭載されていた2リッター直列4気筒のディーゼルツインターボエンジンから3リッターの直列6気筒ディーゼルツインターボエンジンへとビルドアップされており、走行性能も向上しております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター直列6気筒のディーゼルツインターボエンジンが搭載され、最高出力は350馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチクラシックアルミホイールが装備されており、キャリパーはブルーキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトは LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。またマフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されております。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。トランク全体十分な容量を確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、スイッチトロニックシステムが装備されておりますので、ステアリング裏のスイッチにて自由自在に変速を楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト横のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2014年モデルアルピナ D3 リムジンをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万4000キロと低走行なお車です。
高い燃費性能と高級感あふれるインテリアが魅力のアルピナ D3 リムジンでございます。こちらのお車には350馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、軽快なスポーツ走行をお楽しみいただけます。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、クルーズコントロールをはじめ、快適便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。